はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。ティブログです。はい、というわけで今日の企画はタイトル見てくれた方は分かると思うんですけど、お互いの好きなところと嫌いなところをぶつけ合いたいと思います。っていうのはまあね、僕らもう出会って5年ぐらいで、半年前に結婚もしてて、で途中は世界一周に1年間毎日ずっと一緒にいたりして、で今もねコロナの影響で2ヶ月毎日ずっと家にいるので、好きなところも嫌いなところも嫌いなところも嫌いなところもいっぱい、嫌いなところも嫌いなところもいっぱいあるので、嫌いなところは山おい3つずつですね。そう、お互いね、3つずつ、まあいっぱい持ってあるんだけど、嫌いなところと嫌いなところ嫌いなところとりあえずは3つずつ、直してほしいところと早く直してほしいところと、すぐに直してほしいところと、もう我慢できないぐらい直してくれないと殺すかも。まあお互いまだ知らないんでどうなるかわかんないですけど、あの手を出すのはダメだからね嫌いなとこから行く。嫌いな、なんかまず喧嘩にしてからこう仲良くして、喧嘩になることは前提なんだ。そんなに嫌いなことあんの？嫌いなところよく考えて何というかよく考えて怖っ。まずレナの嫌いなところ、その1、コンビニでね割り箸をもらってくれないところこれマジで死活問題だね。なんか、まあ、今はね、あんまりコンビニも行けないじゃん、外にも出れないけど、その時に大体レナはね、割り箸をもらってくれないんだよね。コンビニの袋から物出して、よし食べるぞってダイニングテーブルに持ってくんだけど、あれ箸がないってなる。コンビニで買う時に、あ、箸は大丈夫ですっていう、ちょっとあの逆にそこがタカに嫌いなところがあって、あの、使い捨て、うん、使い捨てのものを使いすぎてる。だから割り箸とかプラスチック袋とか、うん、ストローとかプラスチックのスプーンとか、いろいろこう日本は全部いろいろもらったりするけど、一回使って捨てるのが、あ、そういう考え方のもとなの。そうだよ、割り箸は一回、じゃあ割り箸洗って使えばいいんじゃないか。あ、そういうエコフレンドリーな考え方で割り箸はもらいたくないってこと。そう、プラスチックのフォークとかスプーンとかももらいたくない。ああ、そういう理由だったのね。ね、まあだったらなったかもしれない。あとなんかキッチンまで歩くのが5メートル。違う。20秒もかからないと。違う。もうだってダイニングテーブル座ってご飯食べようっていう気持ちになってるから。だから。もうそしたら手で食べ始めるよ。もうめんどくさいから。はい。その割り箸が入ってない前提で生きてください。わかりました。次キャラ。次のレナの嫌いなところ2つ目はちょっとこれ前どっかの動画でも言ったかもしれないけど、家中のね至る所に髪の毛を落としていくんだよね。で基本俺が掃除担当だから ものすごいわけよ。掃除機に髪の毛がめちゃくちゃ絡まるし、あのコロコロするやつあるじゃん、日本でもコロコロやるともう髪の毛がどこでもコロコロでつくし。まあね、タカが綺麗好きだから、まあそうね、そういうことなんか気にしすぎてる。私なんか昔ドイツとかに住んでた時に、例えばベッドに髪の毛を見つけたとしたら、うん、どうしたかわかる、うん、ピックアップしてベッドから意味ないじゃん、また床に落ちてるじゃん、それダメだから、あのえ、なにレナはさ、俺のこの家でさ、いろんなところこうやってやってるの。こうやって落とそうとしてるの。わざと。じゃあこう一個ずつ、こっちとこっちとこっち。この引っ越してきた時に家具とかを選ぶタイミングで、うん、他がなかなか決めてくれないことは、なんかこだわりが多いし、なんか完璧なことじゃないから一日間調べながらなかなかいいもの見つからなくてもう1週間経ってみたいな。決めるのが遅いかもしれない。なんでもそうだよ、カメラを買う時とか、カメラとか特にそうだね。ちゃんと比較したいじゃん、これとこれとこれ比較したくなっちゃう。比較したくなって、まだ他にいいものがあるんじゃないかって。そう、世の中にまだ知らないいいものがあるかもしれないから、まだ何も買えない。だって自分が見えてる世界ってめっちゃ狭いから、ここの外側にいいのがあるんじゃないかって探しに行きたくなっちゃう。それを探しに行こう。その知らない世界はいつもあるから。まあ確かにね、キリがないからね。キリがない。レナの嫌いなところ3つ目、諦めが早い。諦めが早すぎる。諦め
今までね、いろんなダイエットに挑戦してきたけど諦め、いろいろ諦めが早いね。諦め、何やったら教えて。諦め、炭水化物抜きダイエット、それは3ヶ月も続けた。夜ご飯食べないダイエット、寝る前の6時間は何も食べないダイエット、あと1日食べて1日食べないダイエットプロテインダイエット、これを6ヶ月のうちにいろいろやって諦めて、だ効果が出るかどうかも分かんないのに諦めてまた次行くでしょ。その諦めの速さがもうちょっと粘ろうぜって思う。あのね、ダイエットは特にタカがサポートしてくれないから、人のせい、俺のせい、はい、今俺が責められてるの、はい、やばいね、はい、ラストタカが分かると思うけど、うん、あの用事がある日に、うん、早く朝起きてどこかに行きたい場合に早く起きてくれない。あー、それはね、でも今まで遅刻したことないよ、それで。ある。どれ？ないよ。アメリカのナショナルパークの一つ。ああ、あれは俺の寝坊だっけ。あれはね、なかなか朝が準備が遅いことで俺のせいだっけ。タカのせい。はい、ゆったり行くよ。リプランっていう言葉があるからね。ノー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 、ありません。人生はリプランができるから。決まってるから。ゆったり。決まってるから。もうちょっとリラックスしていく。リラックスリラックス。はい、てな感じで3つずつ嫌いなところをまずはぶつけ合いましたね。喧嘩になってないとか。今カメラに映ってないところで俺は10発以上殴られてます。続いてお互いの好きなところいきますか。うん、その方がいい。うん、もう殴られなくて済むからね。そうだね、よかった。じゃあ優しいこと言って。お互いの好きなところ、はい、まず1個目、何にでもチャレンジするところ。嫌いなところに一つ諦めが早いっていうのがあったんだけど、それの裏返しで切り替えが早くていろいろなものにチャレンジしていくところ。な、今もさ、コロナの影響で名古屋フーディーっていうフードツアーの会社がお客さんが来なくなったでしょ。でもそれの代わりにあの YouTube の編集を始めてみたりとか、フリーランスの仕事始めてみたり、友達と一緒になんかウェブサイトを作って新しいビジネス始めてみたり、なんかいろいろこうチャレンジしていくところ、切り替えが早くチャレンジしていくところは好きなところかな。嬉しい。これ見てる人面白いな。わかりません。でも私は嬉しい。で、私も、あ、そうか、タカが1個ですか、中に何かをやることを決めたら、あ、それをずっと続ける。諦めないで。頑固者だからね。まあ、あの世界一周するときに、あの YouTube をやりますということを決めてて、別に誰でも見てくれなかったし。おい。3ヶ月以上100人の登録者とかもいなかったのに、毎晩4時間とか6時間とか夜中まで頑張って編集し続けて、なんか有名を見ていつか誰かが見てくれるだろうということを信じて、あれがすごいと思う。心はなかなか折れないよ。私だったらその3ヶ月で100人登録者もいないなら。やめるね。はい、諦め。で、まあ YouTube の例だったけど他のことも全部そうだよ。まあ確かにそうだね。諦めるのが嫌いかもしれない、うん、次かな。はい、2個目レナの好きなところ、これ外国人だからってこともあるかもしれないけど、周りの目をあんま気にしないところかな。でも日本人は多分特にそうなんだけど、周りの目を気にするじゃん。何かをチャレンジしようとした時になんか周りからこう思われたらどうしようとかあんま気にしないじゃん。全然気にしない。だから全く気にしてないのよ。全く気にしない。たまにちょっと気にしてくれた方がいいかなと思う時もあるけど。でもそこはなんか、私は私の生き方をしてるし、はい、周りの人がどう思ってるか関係ないみたいな。2つ目、タカの好きなところは、うん、私は私は何かをやりたいと言ったら、タカは何でも付き合ってくれる、うん、世界一周の中でも私はどこかに行きたいとか何かを食べたいとか何でもいいけど、タカは何か嫌だとかあんまり言ったことない。何でも何でも付き合ってくれる。それすごい嬉しい、うん、なんか嫌だとか明日は、うん、ぼーっとしたいとか、うん、そこに行きたくないとか、タカは行ったことないから私はやりたいこと全部一緒にやってくれる。まあでもなんかそれはさ、やった方が人生楽しくなりそうじゃない。自分の視点じゃない、自分だったら思いつかないようなことをやりたいとか言うじゃん。だから
そう、それを付き合ってるっていうわけじゃなくて、普通に面白そうだなと思うから、であと断るとぶん殴られるから怖いから、ちょっと嘘つくな。冗談、今が冗談だけど、まあ確かにそうだね。はい、ラストのレナの好きなところは、はい、何離れてください誰とでも仲良くなるところかな。あー、はい、すぐ誰とでも、そうだね、私が人に会うのが好き。そう、いろんな人に自分からコンタクト取りに行くし、はい、あといろんな人からコンタクト受けるし、うん、誰とでも仲良くなる。年齢も関係ない。あの、私は気づいたのが、日本人は特に、うん、なんかちょっとだけでも年上だったら、うん、なんかあんまりこう連絡するのが遠慮するとか、なんか断れたらどうしようかなという前提ではもう連絡取らないとか、とりあえず誰にでも連絡する。だから名古屋に暮らし始めて半年6月ぐらい、今名古屋の中のコミュニティがすごい広がってるもんね。もうそれはすごいところかな。自分にはあんまないところ。タカの一番好きなところ。一番好きなところ、はい、耳がダンボに呼んでダンボに聞いよう。はい、タカの一番好きなところがタカの両親です。俺じゃねえじゃん、もはや俺じゃねえじゃん。なんやそれ。日本に来てからいろいろサポートしてくれるし、そうだね、まあ、タカと同じく私は何かをやりたいとか旅とかに行きたいと言ったら、うん、何でも付き合ってくれるし、自分のお母さんがドイツに行ってめちゃくちゃ遠いところにいるから、うんうんうん、ここに行く代わりにタカのお母さんがいるから、まあそうだね、俺が知らないところでなんか勝手にケーキとか食べに行ってるとか、お昼ご飯食べに行ってるとか、そうだね、あとで聞かされる。めちゃくちゃ仲いいから、めちゃくちゃ嬉しい。それ俺の好きなとこじゃないんですけど。それはタカの一番好きな。はい、というわけでね、お互いの好きなところと嫌いなところ、はい、3つずつぶつけ合いましたけど、はい、面白かったね、私意外と、はい、見てる、お互いを殺してないからそうそうそう、見てる、そうね、見てる方が面白かったかどうかは分かんないけど、この動画を終わりにします。そうだね、面白かったなら高評価、いいねボタンを押してください。で、チャンネル登録まだしてない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。また3日後に次の動画を、また3日後に次の言えない、また3日後に次の動画がアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。